アルカラ大学、アルカラ大学は、スペインマドリード州アルカラデエナーレスにある、公立大学。1977年7月1日設立。約2万6千人の学生と1750人の教授が所属している。略称はウクライナフリブニャ。アルカラデエナーレスは、首都マドリードの北東3 5トルにあり、マドリード州で3番目に大きな町である。 アルカラ大学はスペイン語圏最大の文学賞であるセルバンテス賞を毎年発表している。この大学は1293年にステュディウム・ゲネラーレ中世大学として設立され、所在地の名を取って一般的にアルカラ大学と呼ばれていた。この大学が1836年にマドリードに移転してマドリード中央大学。 後のマドリード・コンプルテンセ大学となると、アルカラ・デ・エナーレスの校舎は閉鎖されたが、1977年には、アルカラ・デ・エナーレスに、アルカラ大学が再設立された。アルカラ大学とマドリード・コンプルテンセ大学は、遠隔を共有している。単に、アルカラ大学と呼んだ場合、1977年に設立されたアルカラ大学を指す場合と、 マドリード・コンプルテンセ大学の旧称である場合がある。マドリード・コンプルテンセ大学への返帳を解消することを目的として、1975年に一部の学部がアルカラデ・エナーレスに設立された。1977年には、旧校舎において、新設のアルカラデ・エナーレス大学が開学した。1996年11月5日には、名称が単に、 アルカラ大学となったが、アリカンテ大学との混同を回避するために、略称は、従来のままウクライナフリブニャである。1998年12月2日には、アルカラデエナレスの大学と、歴史地区が、ユネスコの世界遺産に登録された。大学キャンパス内部には、や、大行堂などがあり、町の観光名所ともなっている。サンイルデンソ学院のファサードは、ルネサンス様式の傑作で、 や、セゴビア大聖堂も設計したの作品であり、1553年に、ペドロデラコテラの監督の下で完成。大窓や宗教彫刻、浮き彫りなどで装飾されたのファサードは、優雅な装飾と、鉄格子で飾れている。また、哲学者のパティオや、参加国語パティオなどいくつかの中庭も残されており、礼拝堂には、シスネロス数奇教が埋葬されている。 大行堂は現在でも盛大な入学式や、スペイン語圏最大の文学賞である、セルバンテス賞の受賞式の会場となっている。行動。建物の中でも、シスネロス数奇教時代に作られた部分は、大学礼拝堂のほかこの行動だけであり、ここでは、学位授与や、その他の主要な式典に用いられている。漆喰の装飾や、モリスコフ交差アーチ文様 規則的対立法モールディングを施した天井の飾りが見事である。サ位ン・イルデフォンソレーハイドは、ペドロ・デグミアルや、また、シスネロス・数奇教といった重要な大学関係者が埋葬されている場所である。カララから取り寄せた大遺跡で作られた、数奇教の墓輪のデザインによるルネサンス様式のもので、軍事、知的世界、宗教界への引用を表している。 ゴシック様式、ムデハル様式、ルネサンス様式の文様を用いた漆喰の装飾と多色使いの交差アーチ天井飾りが美しさに満ちた空間を作り出している。1998年、アルカラデ・エナレスの大学と歴史地区はユネスコの世界遺産、文化遺産に登録された。世界で最初の計画的な大学都市であること、都市計画が アメリカ大陸やヨーロッパでのモデルとなったことが評価された。また、登録基準のとして、この地で大学を中心として、多言語大訳聖書など言語学の発見が見られたこと、ミゲルデセルバンテスを生んだことが人類の知的発展に貢献したとされた。世界遺産に登録されたアルカラ大学を中心とした区域は、スペインの歴史遺産ともなっており、 マドリード州政府やマドリード市によっても保護されている。アルカラはスペイン語、カスティージャ語と関係の深く、スペインの各地を結ぶカスティージャ語の道にも含まれている。これは学問においてカスティージャ語が不可欠であった大学の存在が大きく関係していると考えられている。大学はカスティージャ語の発展に貢献しており、カルデロンデラ、バルカ、アントニオネブリハ、 セーフアンデラクルスといった教授や学生たちを排出した。またアルカラではカスティージャ語の聖書とされることもは、ドンキホーテの作者ミーゲルデセルバンテスも排出している。毎年4月23日にはスペイン国王やスペインの首相の出席のもと、スペイン語文学最大の賞であるセルバンテス賞の受賞式がアルカラ大学の大行堂内で行われている。 その名の通り作家セルバンテスにちなんで創設された文学賞であり、スペイン語で書かれた文学作品の著者に対して賞が贈られる。スペイン語の振興と教育を中心にスペイン語圏文化の普及に努めるセルバンテス文化センターの本拠地は、スペイン政府によってアルカラ大学キャンパス内に設置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。